ちは恋愛コラムニストの神崎メリです。前回の動画では付き合う前に LINE を放置できる女はど本命彼女になれるについてお伝えしてきました。今回もど本命彼女になれるシリーズの方をお伝えしていこうと思います。ズバリ今回はデート編、デートで〇〇できる女はど本命彼女になれるです。こんな悩みあなたも持ったことありませんか？男性にドハマりされた経験が今まで一度もない、いい感じだったはずなのになんか自然消滅しちゃったり付き合わずに終わってしまう、ズバリこういう悩みを持ったことあるあなた、ど本命になるには女性からも仕掛ける必要があるんです。もしかしたら仕掛けるっていうことがすごく苦手で、なんとなくメス力や恋愛メソッドを勉強していい子ちゃんになってしまって男性の心を打てない、こういう現象が起きている可能性が大きいです。男心を打つっていうのは脈ありを見せるっていうことなんですけれども、この脈ありっていうのがね、非常にさじ加減が難しいと思うんですよ。あからさまに好きバレすぎる脈ありっていうのは男性をドキドキワクワクさせることっていうのができないんです。例えばこんな好きバレしたことありませんか？あ、そうなんだ、今好きな人とかっているの？好き好きオーラが出すぎてる、出すぎです。これはねやっぱりねちょっとねコビっていうものに入ってきてしまうんですよ。メス力ではコビっていうもので男性の気持ちをつかむっていうのは一切提唱していないんですね。コビで男性の彼女になったところで、それはもしかしたらど本命彼女じゃなくてとりあえずの彼女や本命彼女、その辺にとどまってしまう可能性が高いので、こびて男性に取り入って彼女になるっていう方法は一切お伝えしていません。で、脈ありって考えてしまうとはっきりと好き好きって伝えたり、もう好き好きまでは言わないけれども、もう目線うるうるでみたいなね、もう好き好きオーラ出しすぎ、こういう風にどうしても解釈してしまうという方がいらっしゃるかもしれないんで、今回は男性とデートして脈ありですじゃなくて脈なしじゃないわよ、このないわよどうあるかどうか知ってみたいと思わない？こういうニュアンスを出すっていう方向でちょっと意識の転換をしてみてデートに挑んでみてください。デートでしっかり脈なしじゃないわよサインを出すメス力、カウンター席の予約をお願いしてみる。カウンター席の方が男女の仲は深まりやすいって聞いたことありませんか？で、狙ってきてる男性であればカウンター席のお店の方、焼き鳥屋さんでも和食屋さんでもお寿司屋さんでもそうですよね。そういうのを予約してくれると思うんですけれど、初デートでどっか行きたいお店があるって聞かれた場合、メス力ではだいたい吉尾さんのおすすめのお店ありますか、いくつか教えてくださいって言ってその中から選ぶっていう方法が取られております。ただ今回は仕掛けるメス力です。あえてカウンター席のリクエストをしましょう。で、カウンター席のリクエストとかしちゃったらなんかいかにもそれこそ好きバレって感じじゃないって思うと思うんですけれども、こういう風に伝えてみてください。なんか料理してるところとか焼き鳥焼いてるところとか私見るの好きなんだよね、ここのお店さ行ったことないからなんかカウンター席もあるみたいだからここがいいな、ベラベラベラとお話しましたけれども、料理人の料理するところも見てみたいからカウンター席がいいなっていう言い訳を作っちゃいましょう。カウンター席リクエストいたしましょう。カウンター席での距離感です。距離感、この距離感っていうのが男性の中で自分に脈ありかな脈なしかなとか、嫌われてんのかな嫌われてないかな、生理的にありって思われてんのかなっていう測る一つのなんとなくの目安だったりするわけです。で、私たち女性も男性と食事に行ってそんなに脈なしだったり生理的に
ていう感じじゃないよねっていう時って結構距離が空いてると思うんですよ。ここに男性方としてこういう風な距離感取ると思うんです。ちょっとだけ椅子を詰めてみましょう。仕掛けるメス力ですから、ちょっとあざとくいきますよ皆さん。ちょっとだけ距離感近づける。こんなべったりする必要ありません。肩と肩がちょっと触れ合うかなぐらいの距離感に何気なく椅子を詰めてしまいましょう。メニューを見ます。メニューを見ますね。こうやって私のノートです。これメス力ノート。って今までのあなたであったら男性がこうやって見てて、あ次私に見せてっていう感じでこうやって見てたと思うんですよね。こうやってじゃない、男性がこうやって隣で持ってんのをちょっと近づいて肩腰ぐらいに覗き込む。ちょっとした距離感だけど、この覗き込む、触れ合う、このさりげなさ、ギュギュ、あれいける、あれ俺のこと嫌いじゃないっていう風に思うわけです。次ね、話しかけたり何か相手のことを呼びたいとき、彼のことでね、よしおくんよしおくんじゃなくて、声のトーンも大事なんですけど、トントンってこういうところをねえねえねえ叩いてみたり、ちょんちょんね、膝のところねえねえって叩いてみたり、このちょんちょんトントンぐらいのスキンシップをちらりと散りばめる。これ皆さん要注意です。ねえ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 、撫で回さないでください男性を。いやらしい、いやらしい。これね、下の方の突き割れだと思われますよ。こういうこと今日こういうの誘ってきてんのかな。ちょっとやりすぎ、ちょっとやりすぎ。こういう撫でくり系、撫でくり系ダメ。トン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 です。この距離感です。皆さんこの距離感をお忘れなく。最後ね、皆さんすでに口説かれてるのかなみたいな段階だったとします。あなたがもう彼はあなたとお付き合いをしたい、そういう雰囲気で、俺のことどう思う系の質問ってあると思うんですよ。俺のことどう思う、男性って探りを入れてくるんですよ。俺のことどう思う系にはあえて嫌いじゃないよ、わかります、ここで好きって言っちゃいかんの、好きですよ、うん大好きですよ、翔さんのこと。とっとこ、女から告白しちゃいかん、ここで。あと一歩押せばいいのかな、どうなんだろうな。このね、ワクワクドキドキする感じっていうのを仕掛けたいんですよ。で、嫌いじゃないよ。言い方にもよります。え、嫌いじゃないです。いや、嫌いじゃないですけど、これって拒絶でしょ？嫌いじゃないよ。嫌いじゃないよって、それ好きってこと？っていうニュアンス、ニュアンスで皆さん、ニュアンスなんですよ。ニュアンス。声のニュアンス。ね。めっちゃ大事です、恋愛で。特に、デートしてて、付き合いたいなって思ってる男性とのお話しするとき、なんとなく声のニュアンスに、可愛げだったり、なんとなくちょっと色気っていうのをずーっとね、1時間2時間続けなくてもいいんですけど、ここぞのセリフの時に、ふわっと、これ練習してください。ふわっとね、立ち込ませてください。大切なのは1回のデートで告らせようとか、勝負を決めようとしないこと。こういうドキドキ、あれもしかしてワクワクみたいな、微妙な、つかず離れずの距離感。これが男性に恋心を芽生えさせます。そして、俺のこと好きかなって思わせたところで、前回紹介した、付き合う前に LINE を放置する、このメス力を実践すると、じわじわと効いてくるのです。で、私たち女性が克服しなきゃいけないポイント。大好きな人、絶対彼氏にしたい人、そういう人とのデートした時に、嫌われたくないって思いが強すぎて、いい子ちゃんになっちゃうんですよ。いい子ちゃんになって、そう思います。ああ、面白いみたいなね。ああ、わかるみたいな。これってドキドキはしないのよ。感じはいいけれども。ね。ここね、乗り越えていかなきゃいけない。女性からも、トントンだったり、ちょっぴりこう近づいてみたり、
付き合いじゃないよで仕掛けていかなきゃいけないんですよ。女性には女性なりの戦い方、仕掛け方、役割のニュアンスの出し方があります。ダダーン、出しすぎない。それね、スウェーデン食わずは男の恥に利用されてしまう。ニュアンスでドキワクワクチラリズムの方を出していってください。本日のメス力、付き合う前にデートでドキドキさせられる女はド本命彼女になれる。いい子ちゃんの壁を乗り越えていきましょう。あなたはめっちゃいい女。これを頭にインプットしてデートで振る舞ってみてください。媚びではなく大切なのはサービスです。本日もメス力チャンネル最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。